はい、ケソです。こんにちは。どうもこんにちは、ハネムーンです。私事なんですがね、私、はい、親知らずを抜歯することが決定いたしました。うん、なんかすごいどうでもいいねどうでもいいかい？俺怖いんだけど、俺、まあ、なんか辛そうにしてましたしね。そうそう、ずっとね、あの親知らずが虫歯になっちゃって。あ、そうなんだよ。そんななんかダブルパンチ食らってたのね。ダブルパンチなんだよ。あ、なるほどね。まあ、多分この動画がアップされてる頃には抜き終わってると思うんだけど。あ、なるほどね、大変だね。そう、なんか最近ね、なんかいろいろ被るんだよね、嫌なことがっていうか。そう、仕事がなくなっただけでなんかドタバタなのにさ、もう合わせて親知らずが虫歯とかさ、はい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 、もうオーバーキル状態ですよ。あら、オーバーキルといえば、うん、カット。これ俺のセリフじゃん。いやいやいや、なんであんた言っちゃうの。いいじゃん。いや、ちょっと待って、いや、取り直し取り直し取り直し、ダメダメダメ。まあ、分かったよ。ちょっと休憩して取り直しましょう。分かった、はいはいはい、うん、ていうかさ、冷房強すぎない？あ、そう？ちょっとオーバー切るわ。オーバー切るといえばハネムーンさん今ちょっと待って、始まってたの？いつの間に。はい、今日はオーバー切る対決でございます。まあ、なんとなくは分かりますけども。はい、以前ぴったり対決なんてやりましたけど、はい、今回はその逆ですね。逆、はい、うん、はい、相手のフォロワーをダメージで破壊する場合は、そのフォロワーの体力を1以上上回ったダメージで破壊しなきゃいけないと。ああ、1以上、1以上、まあ、とりあえずオーバーキルすればいいよと、フォロワー殺すときは。はい、はい、了解。それはなんだ、リーダーもかな。そうだな、じゃあ待ってね、うん、リーダーのとどめはもっと条件厳しくしましょう、うん、はい。じゃあ相手リーダーを倒すには、うん、5点以上のオーバーキルでなきゃ倒しちゃダメっていう条件を加えましょう。なるほど、はい、まあ最後ちょっと大型のフォロワーで攻撃するか。そうね、まあちょっと大きなダメージを与えて、そうね、倒すかって感じですかね。まあ結構駆け引きが生まれるんじゃないかな、うん、なるほど、といったところで、はい、はい、まあデッキ作っていきましょうか。はいはい、じゃあデッキ作っていきましょう。はい、何も考えずにこいつ。そんなんでいいんですか？何も考えずに。そんな、何も考えなかった。なんなん変わるんじゃねえかまあオーバーキルということで、俺がやりたいのはこれをやって、うん、でこれをやってオーバーキルみたいなね。さあ始まりました、はい、オーバーキル対決ということで、はい、相手のフォロワーをダメージで倒すときは1点以上のオーバーキル、相手リーダーにダメージを与える、うん、相手リーダーにとどめを刺すときは5点以上のオーバーキルで倒さなきゃいけないということで、はい、了解でございます。さあとても不慣れなヴァンパイア、うん、どうしようもういきなりマリガンから困ってるとても不慣れなヴァンパイア、とても不慣れなヴァンパイア、初めてのお使いみたいな始まり方でしたなあ、慣れてないんだよこれ。ああ、まあ言えばね、俺この対戦動画でエルフ使うの初めてレベルじゃねえか。いや、初めてはないだろ。初めてではない。そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。おー、はい、勝てんだよ。糸蜘蛛ですよあれだね、ダメージ与える分にはいいんだよ。ダメージ与える分にはいいよ。倒すときにオーバーキルしなきゃいけないってわけで、ね、あ、まあエルフには刺さるんじゃないかな。勝てんだよ、刺さるよ刺さるわ。もうまあ君のやりたいことは大体分かってる。もうリノセウスでしょ、知ってんだから。あら、リノセウスなんだよ。それはどうかしらね。違うのかい。でもね、俺はね、うん、君のやりたいことが全然わからない。わかんないいやいや、もう目にもの見してやるから見てろって。マジで？てかこれ俺か、言ってんだからフェアリー出されても俺も倒せねえのか。そうなんだよね、困ったな。そう、意外と困るんだこれ。うん、じゃあなんかすげえことするわ。え、ちょっと素出しだとマジか。でもまあまあじゃない？困るね。じゃあ1点与えてからの、うん、あ、死んだ。鋭利な人先で3点だからプラス1オーバーキルお前それが言いたいだけだったんじゃないこの対決もしかしてなんだこれ。とんでもねえ動きをしたね今俺、はい、あー、フェアリーゲージ。そうですか、
じゃあ私はバホメットを出してターンエンド。待って、何加わったの。バホメットですよ。待って、何加わったの本当に。いやでもこの戦いにおいてフェアリーがちょっと使いにくいね。そう、1点しか与えられないことは、与えられないってことはオーバーキルしにくいってことだから。逆もまたしかりだよ。そうかい。ああでもそうか、そんなことないか、何言ってんだろうね。確かにオーバーキル普通にされるんだ。うん、フェアリーケージか。いやどうしようかな。どうすんの。じゃあまあいいや、なんか強いから置いとこう。おお、はい、なるほどね、うん、じゃあバフォメットではゴブリンは倒せねえけど、うん、プリンセスは倒せるということだな。なるほどね、そう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 、はいはい、プリンセス倒してもな。まあね。ああ、倒すか。オーバーキル。やっぱお前それが言いたいだけだよね。ネタは全然わかんないんだけど。いやこれ別にネタでもなんでもない。とりあえず俺が叫んでる。なんでもねえんだ、うん、お、あーなるほどね。あ、さあ国士ベルフェ、国士のおかげでダメージなしと。ダメージなしで、うまいね、2枚引けたよ、おかげさまで。うまいけど、うまいのかな、わかんない俺もこの動き。あんまランクマとかでやられたことないから多分、そうだね、そんないい動きではない気がする。わかんないけど、俺もね、全然わかんないんだ今。え？え？って感じ。なんだこれ、初心者の対決みたいな。初心者対決。シャドーマウス初めてやってみたみたいな感じになってるけど、うん、だってもうわかんねえもん。わかんないから、ゴブリン殴りに。わかんないわかんないわかんない、合ってるかわかんない。大丈夫かそれ。合ってるかわかんない、合ってるかわかんないけど、とりあえず出して、そう、加わる。はいはい、そうで、うん、え、まあ進化すれば確かに倒せるけどね、うん、ベルフェゴールは倒せるよ。合ってんのか、そうは思えないんだけど俺。で加わるんでしょ、うん、これ自分であれかかっちゃうんだよな。まあでもいっか、なんかただみてえなもんだし。ただみてえなもんだしと、うん、はいはいはい、ただみてえなもんだし、じゃあこいつには消えてもらおう。お前手札パンパンになっちゃうけど大丈夫。大丈夫それ。あー、いやー進化して、あー、じゃあオーバーキルじゃないですか、うん、超スーパーアルティメットデンジャラスオーバーキル、はい、デンジャラス。なるほどね、はい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 。さあどうしよう。じゃあ、うん、4点でしょ、4点ってことは5だね、5点で倒すオーバーキル。そう、さっきのやっぱそうだったか。そうだね、そらそうだな、セクシーサーチでしたね。いやでも進まんな。進まない。進まんな、進まない。顔面殴って、あ、あ、あ、なんか多分今重要なのが消えた顔をしてるけど。くそ、大丈夫。なんだそれ。フォレストギガースはやばいな。それはまずいぞ、うん、俺の時のメインカードだから。なるほどね、除去は普通に OK、 除去は OK、 パンチ。すごい急に普通の動き、普通の対決になった。すげえ急に普通になった。普通に行きます、普通に急に普通になったな。ええ、あ、それなんでお前回復してんのとか、すごい初心者みたいなこと言ってます。セクシーっていうのがあってね、 あれをねって。やばいなこれ。そうなんだ。は？大丈夫君。え、ダメダメじゃねえよ、うん、なんとかしろよ。どうしよう、じゃあ出して、出して、出して、どうしようかな。とりあえず並べてみましたみたいな。並べて、はい、出して、おおおおおお、殴って、戻して、おTK される、 OTK される。でもこれで出しても6なんだよな。そいつは死なねえんだよ、死なねえから、死なねえ、死なねえけど俺次の人死ぬ可能性ある？ないな。 OK、 うん、そんなことあるか。葛藤してるね。まあリーダーには5点オーバーキルしなきゃいけないからな。まあね、多分平気だろう。なるほどね、これでエンドだ。はい、エンド、なるほど。死んだ？
いや死にはしねえな死にはしねえんじゃねえか多分だけど、うん、だったら嬉しいな。じゃあベルフェゴールを出して血の契約、まあまあ普通にね、ただ2ドローね。ベルフェゴール強いな。はね、ドロソとしてこんな優秀なやついる、やべえな。じゃあ裁きの悪魔出して、うおー回復もしてきちゃう。ディアボリックドレインでおーオーバーキル、オーバーキルしつつ回復して、しかもその進化回復してもあんな強いあんな強いなんか実況途中で諦めましたみたいな、はい、いやーきついな。オーバーキルつらなんでそのリーダーできたのまあ、ね、強いな。 リノは確かにね、リノはいいけどさ、そうなんすよね、はいはいはい。でも俺リーダーを殺す時のオーバーキルが大変だな。ああ5点以上でしょ、ね、今全然足りてないもんね。もうだ 今だったら俺9点で殴り倒さなきゃいけないってことでしょ、うん、9点ってなかなかだぜ。足りるのか9点。あこれ使おう、はいこれ使おう。サークル、うん、あー待てよ間違えたな間違えたというか不慣れ感。あそこにいる裁きの悪魔ってやつ強くないっすか。強いね。ああいやマジそれのせいなんだよね主に主に、うん、あいつマジ強くない。強いね。出してい, いよいよすごいぞこれ俺はいはいはい進化、うん、不慣れ感がすごい。不慣れ進化して進化し殴るじゃん。はいはいはい殴るじゃん殴るじゃんそんな裁きの悪魔嫌いかい。はい、うんはい、オーバーキル全力で裁きの悪魔殺しに来たけど、これさ、うん、エンドでいいんじゃない。いやエンドでいいねエンドでいいねそれ。ちょっと待ってね、うん、だ多分無理でしょ。バカ何もできねえわ。両方無理でしょ。何もできない、うん、これはいいんじゃない。うん完璧な戦略だった俺の戦略すげえ焦ったけど。そうだね。じゃあなんか並べとこうオーバーキルができないからターンエンドひどいなんだこれ。おしそいつは必殺元に持ってない。持ってないですね。よし来たできないんだよね。そうですね。じゃあ俺このターンもいいんじゃないか。並べさせといてターンエンドさせる気。ここでターンエンド。いやさすがにか。うんでも余計なことすると負けるんだよなこれ俺は知っているぞなるほどね。うんだからあんま余計なことせずに、うん、あの裁きの悪魔だけ殺せばいい。 OK なるほど。ってことはやっぱまあ、はいはいはい、森神様に頼るしかないんじゃないかなこれな。森神様に頼るしかないねこれね。なるほど森神様。あこれなんかすごい嫌な予感がするな。これ俺出したことによって負けるんじゃないか。さあどうでしょうね。何その言い方何その言い方どうだろうね。じゃあ俺の負けじゃん。そんなことある。いやーどうだろうね。不安が残る。はい、あーそうね。あの君の何君の不安は正しかったね。場に出すことによって武闘が使える。セクシーが7点になる。ああそういうこと、うん、君が倒すべきは裁きの悪魔ではなくセクシーだったということですな。うわじゃオーバーキルめっちゃ悔しい。いや嫌じゃねえよ。いや負けだよお前の。はい、お疲れ様でございました。いやーちょっともう本当にちょっとまあ、マジで悔しい。本当に悔しい。どういうことどういうこと。あのね、はい、手札に白銀の矢が2枚あったの。白銀が2枚。はい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 、終わり。え白銀で、うん、手札の時8枚だからね。はい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 、うん、あなるほどね、うん、あのバフォロワーを展開せずに白銀2回打っての勝ちだったのに。いやでもな武闘でぴったり調節されるのって分かんないからさすがにね。いやでもね嫌な予感したんだよね。なんかお前がもう誘ってる感じがあんないっぱい出してきてさ、どうせ何もできねえくせにクソ
なるほどね。めっちゃ悔しい。いや、まあ、確かにでもあそこでフォロワー並べないっていうあれは、まあ、主語を置きたい気持ちはわかる。確かに。あ、でも足りねえか。ハグギン1点足りないかな。俺 HP いくつだった？14かな。14か。あ、そうだな。14ならでも白銀で8ダメージの後に6だからちょっと足りねえか。どっちにしても。いや、お前の判断ミスとしては裁きの悪魔より、うん、多分セクシーを殺しとくべきだったっていう。そうね。いや、細かく刻まれなきゃ平気かなと思ったんだよね、うん、まあ確かに2点だったからね。そう、2点だって。あれ殴られたらダメじゃん、うん、俺結局負けじゃん。裁きの悪魔残ってて2点で殴った後セクシー進化で終わりでしょ。まあセクシー殺されてたとしても、いや、うん、あ、いや普通に、ああそっか、セクシー倒してればいいよ。セクシー倒してれば、セクシーは倒さなきゃいけなかったのか。セクシーを倒さなきゃいけなかった。で2点削ったとしてもあるのが、俺が進化して6点だったから4点しかオーバーキルできなかったんだよ、うん、なるほどね。だから俺セクシー倒されたら俺はもう勝ち筋じゃなかったんだ。もっと考えればよかったな。やっちったわ。いや難しかったと思うよこの対決は。やっちったよ、うん、あ、やべ。やってんだよお前。落とすんじゃないよお前、携帯。お前椅子があるかと思った。ないよ、本当恐ろしいな。いやー、ショック。もうちょっと考えればよかったな。この5点、うん、相手リーダーを倒すときは5点オーバーキルっていうのが結構きつい。うん、結構肝になってたよね。お前何だったのちなみに、他の手段としては。俺はもう普通にあのサーバント、サーバントラウラの予定だったの。あー、はい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 。サーバントラウラで13点与えて、まあまあ、普通にオーバーキルしようと思ったんだけど、8点以下だったらいけるよみたいなね。そうそうそう、そういう予定だったんだけど。なるほどね、うん、俺何だったと思う。白銀の矢。うん、違う、森神様と、うん、あのフォレストギガース。無理だろ。それは無理だろ。ダメか。ダメだよそれは。まあ結構そのリーダーだけ5点オーバーじゃなきゃ倒せないってすることによって、まあ、ちょっと戦略性も生まれていい戦いになったのではないでしょうか。ショック受けすぎだからね。、はい、まあまあまあ皆さんもやってみてください、はい、といったところで、はい、はい、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。